お友達ができたのと気になる男の子がいたのです。トガです。気づくか。さっきも思ったんですけど、もっと血が出てた方がもっとかっこいいよ。気づくか。ごめんね気づくか。またね。当たった。ダメですよ、ぼーっとして。でもピンチなのに笑ってるなんて変なの。かっこいいね。こういう乱戦が予想される試験だと、まず情報の多いとこを狙うみたいな発想する人もいるらしいの。だから雄英が早めに脱落してしまう可能性を考えて会いに来たの。せっかく強豪校との交流のチャンスだし、あなたたちのこともっと知りたくて。お互い知りたがりだ。次は私ね。あなたはなんでヒーローを志してる。名誉、誇り、誰のため。あなたのことがもっと知りたいな。気づいて助けたってことは逆に利用しようとしていたの。うん、なるほど。それが君の理由なんだね。もっと教えてほしいな、君のこと。君は誰でも助けるの。教会は何をもって線を引く。いや、服は。なんで裸。来てください。やることやったらね。引っ掛け。あしかもまだ手振ってるし。じゃあね。伊豆くんの血を手に入れました。あ、ことごとく。トガ卑弥呼。トガ。そうだよ、トガです。覚えててくれた。また会えるなんて嬉しい。嬉しいな伊豆くん。嬉しいな。出航してよかった。イズクくんのボロボロな姿、また見たいな。イズクくん、強っ。